ゾイドワイルドキングオブブラスト。動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ゾイドワイルドキングオブブラストやっていきましょう。最近今日は何で遊ぶ。最近普通に喋る声があんまり出てこなくなったな。だからもうしっかりとあの腹から声出さないと喋れなくなってきてるかな。よく来たわね。さあ冒険よ。普段あんま喋んない、喋んないからね。まあそんなことはどうでもいいんで、餃子のショーはこうもう今回で終わりですね。この3つやっていきましょう。さあもう早速やっていきましょう。なぜギャラガーが出てくるのか。あのゾイドを動かすアイデアがあるって。いやいや絶対ろくなこと考えてないわよっていうね。まあギャラガーのことですからね。どうせね、デスレックスで噛みつぶしちゃうとかそういう考えだと思いますね。さあというわけでやっていきましょう。ギャラガーを相手ですね。ノリで行くぜ。俺は諦めねえ。あのゾイドを動かすまで俺はパフォーマンスをやめないぜ。言えてる。そうだよね。楽しいことするのは人生でとっても大事だよね。でもあんたの場合は違うよね。うぎゃーギャ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 ラガー。嘘、なんでギャラガーまで。そんなにびっくりしないでよ。僕も君のパフォーマンスは面白いと思うんだ。だから僕も君のためにアイデアを持ってきたんだよ。ナイスでしょ。お前なアイデアってなんだよ。一応聞くんだ。ろくなことじゃないって分かってたのに、分かってるのに一応聞くんだ。それはね、君のトリケラドゴスの解体ショー。わお。もう本当にワオだ。君のトリケラドゴスをバラッバラにしちゃえばね、しちゃえばこの子も興奮して動き出すと思うんだよね。まあね、あの目の前でこの同種族の、ね、同じ種族の仲間がやられてるって、ね、知ったらそりゃもう見て見ぬふりはできないじゃん。怒ったぜ。ふざけんじゃねえ。俺のパートナーをバラバラにされてたまるかってんだ。怒ってるのにちゃんとラップはするんだね。それじゃあ頑張って抵抗してみてね。僕もデスレックスもとっても楽しみたい気分だから。とはいえデスレックスは本来そういうことを考えてるような感じではなかったな、本編見た限りでは。まあ、ギャラガーに乗っ取られてるっていうのが正しいのかな。いやどうなんだろう。結局デスレックス自体が、ね、俺のライブはヘビーだぜ。出現が出動が謎だったから、ラウンド1始め。これが何か思い切りだ。あ、しまった。ヘビーに皆さん注目。あっとしまった。全然あんまり効いてないな。おお、まずいまずい。来るか。あーダメだ。あーダメだ。俺なんか間違えてるのか。あーそうか、めっちゃ間違えてた。やるじゃん。いいジャンプだ。カモン。驚け、トリケラドゴス。これ入るか。よし入った。まず一発ですね。ラウンド2始め。よっしゃ、痛いぜ、ノリノリミクサー。なあーダメだ、ノリノリではなかった。あ、間違えた。ガード。あ、向こうがガードした。
よっしゃ、くらえ、ノリノリミッサー。あー、ダメだ、ノリノリミッサー。カモン。おい、おい、2発目か。痛いぜ。おお、あー、避けられた。うお、めっちゃヒットしてる。くらえな、ノリノリミッサー。よっしゃ、ドリームがマックスを飛ばせ。あ、ダメだ。あー、くそ。うーお、くらいな、ノリノリミッサー。いけるか。これはいけるんじゃないですかね。やばい、マックスだ。頑張るね。やっほー。 OK、 フォーチューインパクト。ゲームセット。なんとか勝てた。ミッション成功。はい、勝ちました。どうだ。何がダメだったの。タイムか。俺のライムはヘビーだぜ。この子腹ペコなんだ。食べられ。体力そんな半分も減ってなかったよね。ラウンド1始め。無駄が多かったっていうか。ラックユー。くらいな、ノリノリ。あー、ダメだ、ノリノリが届かない。カモン、痛いぜ。うわ、痛いぜ。キレキレスピア。ダメだな、タメがあるからちょっとね。ダメがあるのと、あー、うお、ガード破壊。これ厳しい。嘘だろ。くらいな、皆さん注目。くらいな、よっしゃ、近寄れるかな。カモン。あ、ダメだ。これはちょっとダメでしたね。この子腹ペコなんだ。食べられて。ラウンド1始め。ハハッ、くらいな、ノリノリ。あー、ダメだった。やるじゃん。よっしゃ、痛いぜ、キレキレスピア。ダメだ。デスブラスト、デスブラストが来たが、どうだ。おい、カモン、くらいな。あー、待て待て待て。ジェノサイドドドリル。まだ半分。あー、ここで勝たないと。痛いぜ。これあと1ギぐらい食らったらやばいね。痛いぜ。言った矢先から。俺のライムはヘビーだぜ。この子腹ペコなんだ。言った矢先からだな。食べられて。ラウンド1始め。ヘイヘイ。どこ行ってんの、どこ行ってんの、どこ行ってんの。弱いね。いや、ヘイヘイじゃなくて、どこ行ってんの。強制解放。ディスブラスト。あれ、ヘイヘイ。ヘイヨン。あ、これボタン間違えてる。またボタン間違えてる。違うな、ボタン間違えてるんじゃないな。クライナー、はい、サバ。ノリノリミッサー。あ、いや、ボタン間違えてる。あれ、おかしい。カモン、ドリームがマックだ。キレキレ。あー、くそ、入んねえ。痛いぜ。クライナー、驚き、トリケラドマス。ワイルドブラスト。入れ入れ。さあ、数えていきましょう。3、2、1。 KO、 見事 KO。 ラウンド2始め。ノリノリ。ボタン間違えた。ガードボタンを押してた。技出そうと思ってたのに。おお、やったぜ。キレキレだね。強制解放。ディスブラスト。
ガンガン進め。あーダメだ、ガード変えた。あーちょっと待って、おーあっしゃい、よしよしよし、ガードされてるから一回ずらして、これでこれで多分 S 取れるんじゃないですかね。ミッション成功。オーラ取れた、よかった。あれで取れなかったらやばかった。何がえ、もうテクニカルなことをしないとダメなのって思うか。そんなに難しいのかいって。やったね、次に進めるわ。おっと、今回の強敵ですね。デスレックス相手によく耐えたわね。でもまだデスメタル四天王が全員残ってるなんて、餃子意地張ってる場合じゃないわよ。え、全員相手にすんの、今さら全員相手にするのか、きついな。最初のうちに全員かかってこいよっていう話なんだけど。へえ、バラバラにならずによく耐えるね。思った以上に頑丈。そうだ、頑丈が取り柄なのさ。でもこれだけ騒いでもあの子は全然動かないんだね。そうだね、よほどこの何神経がずぶといのか、それとも元からもう動かないのか。本当に生きてるのかな、化石のままなんじゃないの。飽きちゃったは使えないな。この子全然動かないし、動かないと僕つまんないからね。まあ一理ある。じゃあ僕は帰るから四天王のみんな、あとはよろしくね。そんな、デスメタル四天王が4人一斉に許さねえ。俺も行くぞ餃子。マイフレンズ、ストップ嵐。これは俺のパフォーマンスだ。俺のソウルがなくなるまで戦ってやるぜ。パフォーマンス、それでいいの。あのトリケラドゴスにも俺のソウルをしっかり焼き付けてやるぜ餃子。わかったお前のソウルを思いっきりぶつけてやれ。やおベイビー、オーケー。俺のパフォーマンスはまだまだ続くぜ。野生の力、おー最初からこいつか。覚醒する。いやー4人倒して S を取らないといけないからね。俺のライムはヘビーだぜ。貴様と遊ぶ暇はねえ。遊んでくれよ、そんなこと言わずによ。始め、暗いね、痛いぜ。ギルラプター、強制解放デスブラッド。ノリノリミキサー、いいねいいね。あっ、まあでもダメージはそれほどでもないからか。あ、ダメだわ。やっぱり端に追い詰めないとノリノリミキサー、あのノリノリミキサーは当てられないな。さあ続いては誰かな。ラウンド2、ワニですね。おお、ああそう、ダブルゲーター、強制解放。そうそう、こいつワイプ、あ、ワープ持ってるからな。ワイプってなんだワイプ持ってるからなってなんだ。画面端に顔出すのかな。ドリームが待つ。ドリーム届かない。
ドリームが届かない。4人ともこれで仕留めなきゃいけないからな。さあこれで2人目です。3人目ゴリラ。あーダメだ、ドリノリミキサー出なかった、ボタン間違えた。頑丈さと頑丈さの対決。そういや爆乗りミキサーもブチギレスピアも激アツシーン全然やってないの。なんだろうな、本能を解放したらあんまり通常攻撃をするタイミングを見つけられないというか、もう必殺技扱いだからな。これが最後の戦いだ、始め。おお、早速出てきた。出てブラスター、ああ君打ち明けます。計画通り。あ、まずいまずいまずい。おー、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。あー、くらいノリノリ人なんだ。カモン、違う、なんだよ、フィーバーじゃない。うわー、くらいな、驚け、トリケラ魂、ワイルドブラスト、痛いぜ、クライマックスだ。これでこれどうなんだ、ゲームセット。 S 取れんのかこれで。ミッション成功。いやー、やり直したくない。おお、やったぜ。あー、最後ちょっと半分まで減らしたからやばかったと、やばかったなと。さあ、お宝ゲットです。うちのご飯も炊きました。あ、新しい道が開いた。ということはもう最後は色違いのトリケラドゴスですね。戦ってたらすっかり日が暮れちゃった。これはもう諦めるしか。あれ、ちょっと待って、これって、オーケー、行ってらっしゃい。ついに動き出したっていうことですね。デスメタル四天王を追い払っちゃった。餃子、お前のソウル伝わったぜ。もう、でももう夜になるわね。結局あのゾイドは、あれ、ん、あ、なんだ、黒いドリケラ、黒いトリケラドゴスが薄く光ってるぞ。シャイニングドゴス、ずいぶん待たせやがって。おお、グオン、黒いトリケラドゴス、黒なんだ、トリケラドゴス、動いた、トリケラドゴスが動いた。でもなんで急に動き出したんだ。そりゃうるさかったからだろう。もしかしたら、あれ、あのトリケラドゴスは昼の間にエネルギーを貯めて夜に行動するゾイド、行動するゾイドなのかも。あー、なるほど、夜行性のゾイドもいるんだね。夜行性ってこと？だから黒いのか違うのか。グオー！あ、トリケラドゴスが餃子に向かっていった。避けろ餃子。いや、ノープログレム。大丈夫だ。
あのトリケラドゴスからビリビリ伝わってくるぜ。熱いソウルをな。トリケラドゴス、行くぜトリケラドゴス、これが最後のパフォーマンスだ。本能、あ、解き放て。トリケラドゴスクロム、いや黒っていうよりもなんか紫に近いよね。本体は紫で装甲の部分が黒なんだね。うん、お、真っ黒のやつかと思ってた。イービルみたいな黒さかと思ってた、思ってたんだけど、それほどあんまり黒くない。このバトルの主役は俺だ。ラウンド1始め。カモン、痛いぜ、ガンガン進め。よし、でもまあなかなかいい色じゃないか。よっしゃ、痛いぜ、ガンガン進め。あ、ダメだ、熱々チェイクだ。あそこで使う技じゃない。引かないぜ、ノリのジョーストがマックだ。あーダメだ、めっちゃガス。わっわっ、カモン、痛いぜ、ノリノリミクサスリーバー、暗いな。あ、半分、まずい。痛いぜ、吹っ飛ばせ。あーダメだ、キレキレにはならない。カモン、痛いぜ。あ、これは一応とりあえず勝つ、一応勝って見てみましょう。もしかしたら何かしらのこの点数で、点数差で勝つか、あの S ランク取れるかもしれない。ただちょっとまずいです、負けてるし。くらいな、ガンガン進め、フィーバー、くらいな、ドリームが待つだ。硬い、弾き飛ばせ、痛いし、ガンガン進め、皆さん、チッパー、くそ、くそ、まずい、これは、これはなんか向こう攻撃力強くね。あーくそ、あぶね、違う、あーどうだこれ、ここで仕留められるか。あー足りない、ゲームセット。勝ったけどどうだ、ミッション成功。やりましたが、あー足りない。このバトルの主役は俺だ。いやー、やっぱダメだったな。ダメだ、はじめ。痛いぞ、ノリノリミクサー。あー、くそ、足りない。よっしゃ、くらいな、ぶっ飛ばせ、くらいな、飛ばせ、ベイベー。うそ、ガードを破られてた。痛いぞ、ノリノリミクサー。ガードを破られてんだけど、くらいな、皆さん、注目。あー、ダメだ、早い。あーくそ、あんまり上がってない。ガードしたのに、ガードを貫いてきた。ノリノリミクサー、クライナ、ぶっ飛ばせ、ガンバーライジング、ぶっ飛ばそうる。痛いぜ、ノリノリミクサー。あー、ダメだ、入ってない。驚け、トリケラ魂、ワイルド
ブラスト、いつもは最高潮、ドドドドつけフォースインパクト。さあインパクトで1勝取りました、体力も十分。ラウンド2、こっからでございますがな。あーちょっ、足りん。よっしゃ、痛いスピレキレスピア、出せベイビー。うわまずいまずいまずい、起きろ起きろ、痛いスガンガン進め、よし、ドリームがマックスだぜ。あー嘘だろ、あれ当たんない、やだやだ、もう一戦はやりたくない。うお、待って待って、やだやだ、よし、いやよしじゃない、よしじゃない、クライマックスがちゃんと入るのか。ゲームセット、ミッション成功。さあどうだ、俺に S ランクをくれ。ダメです、ダメでした、もう一回。ラウンド1、始め。おお、今のつばぜり合いみたいな感じ。ドリームを掴みたい。よっしゃ、痛いスピレキレスピア、クライナー、違う、驚きトリケラダマシ、今タイミングがめっちゃ、バクノリミクサー、バクノリだぜ。よっしゃ、何やられてる、あまずいまずい、待って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 、クライナー、クライマックスだ、嘘でしょ、ノリノリミクサー、ヘイヨー。たまにこの普通にワイルドブラストを使って、本能を解放して戦うと、これってどういうことよっていう話なんだ。いやですわー、あ、ダメだ、足りなかった。違う、もうその場でそれじゃないんだよ、もう一回食べないと。よっしゃ、クライナー、人なんだ、ドリームがマックスだ、驚けトリケラダマシ、ワイルドブラスト、人なんだ、ゲームセット。さあミッション成功、これどうだ、おお、やったぜ、やったぜ。ファイナルブラストで決めれなかったけど、まあなんとかできましたね。はい、黒いトリケラトゴス、お前のソウル伝わったぜ。知らんがなっていうかもしれない。Ha ha ha.
違うか。おい、黒いトリケラドゴスの背中、なんか光ってるぞ。あ、あれってゾイドキー？もしかしたらあのトリケラドゴス、昼の間の餃子のパフォーマンス全部見てたのかもな。あ、見られてるぜ。それで夜になって動けるようになってから餃子に自分の思いをぶつけたんだと思うんだ。餃子の言葉を借りるならあのトリケラドゴス、餃子のファンになったのかもね。ちょ、行くとーギャングスター。よっしゃー、愛のギャングスター、餃子の大勝利だ。トリケラドゴスという、黒いトリケラドゴスというファンをね、獲得しましてね。このまま朝まで踊るぜ、トリケラドゴス。まだ踊る気なの？どこにそんな体力が。よっしゃ、俺も踊るぜ。あれ、ペンネは踊らないの？何よ。あんた、どつかれたいの？朝までパーリーナイト。おにぎりってそんなペンネと仲悪かったっけ？はい、やりましたね。フリーバトルでトリケラドゴスクロモが使えるようになりました。思い出図鑑をゲットしました。はい、というわけでお宝図鑑を見に行きましょう。よっ、今日は何で遊ぶ？お宝を見るんだな。さあ、今回ゲットしたお宝は。よく来たね、ゆっくり見てて。みんな君を待ってるよ、じっくり見てて。トリケラドゴス、あれ前見なかった。そうだな、これ前見た。あれ、何が違う？ヨーダのトリケラドゴスはすげえな。変わってないです。まるでミサイルみたいな。あれ見たよ。出すの。セーブされてなかった。見たよね、トリケラドゴス。なんでニューついてる？よく来たな。さあ聞いてってくれ。警告。頑張って集めたね。どれを見たいか教えて。あれ、なんでや。あ、ガンゴのやつですね。3本の角を使った体当たりを得意とするぞ。いと、フリルシールドで、攻撃力を、跳ね返す防御力も備えている。トリケラドゴスはちょっとガングの方は変えなかったな。まあ欲しかったことは欲しかったんですけど、ちょっとお財布事情が、ありまして買わなかったな。で、あとあれだ、部屋の置き場所の問題もね。あ、トリケラドゴスクローね、これね、夜の間に活動する、トリケラドゴスのアッシュゾイド、体がとても頑丈なんだ。うん、確かに頑丈だった。こんな感じですね。でも黒っていうよりか紫だよな、全体的に紫っぽいよね。なんだろう、夜だからちょっと黒に見えたのかなっていう。赤い水星のシャーとか言われてるけど若干ピンクじゃんって言われてるのと同じだよ。よく来たな。さあ聞いてって。みんな君を待ってるよ、じっくり見てて。みんな君を待ってるよ。色を変えられるっていうわけじゃないでしょこれ。ブラスト、あ、そうだ、ブラストのやつ見れるんだ。こんな感じなんですよ。あ、いいなこれ、真正面からこのゲームでは見られない角度で見れるっていうのはいいですよ。ワイルドライガーの時にもそんなこと言ったっけね、後ろから。
何も見えない。多分ね、餃子が乗ってるあたりだと、このくらいのところから。こっから見てるってことかな。こう。よっ、今日は何で遊ぶ？冒険に出発だ。あれでもお宝全部で3つ獲得したんですけど、何だったのかな。あれトリケラドゴス見てなかったっけ。いやでも前回見たような気がするんだけど、いやわかんねえな。前回トリケラドゴス見て、であれだ、シュプリーム団からの、シュプリーム団からのコメントで、ベーコンはわかる、で黒飴っていうでかいやつがいて、他のね、他にもそれ以外に3人あといるんだけど、その3人が出てこないんでブチ切れたっていう納得がいかなかったっていう話を前回してね、終わったんだけど、あれトリケラドゴスの話だった。まあいいや。餃子のショーはクリアいたしましたので、次はですね、賞金稼ぎソルトのショーになっていきますね。フリーダム団の中、メインメンバーの中で、フリーダム団の中で最後の、ストーリーになりますね。はい。というわけで次回、ソルトやっていきたいと思います。それでは今回はこの辺で、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。